タンタタン、朝はタン。ということで、今日は赤羽春のタン祭り開催です。よいしょ。タン祭り、はい、パンじゃなくて、はい、今日はね、タン祭りをやっていきたいと思います。うん、ということで、はい、今日のメイン、はい、タン、うわ、タン、朝からはきちいな。朝はタン。はい、松下さん、このね、白目向いてねえだろ。でっけえ、でかでけえタンをね、買ってきたのよ。こんなベロでかい。確かに見たことないわ、この状態。大体カットされてるもんね。されてる。で、今日はこのタンをね、使ってちょっと作っていきたいのが、うん、あのネギタンサンドっていう、何してんだよ、まあ、ちょっと前にあのまあ SNS とかでバズった、部屋の前で何やってんだ、あのタンをね、ちょっと厚切りに、まあ、カットして、そのこの切り込みを入れてタンにね、でその中にこのこちら自家製の、もう今もう手作りでさっき作ったこのネギ塩、ネギ塩、もう激うまネギ塩ダレをこのタンの間に挟んで焼くっていう、はい、流行ってんのよこれ。あ、そうなんだ。ネギタンサンドっていう、これをちょっと今日は作りたいと思います。イエーイ、タン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 。いやー、楽しみだね。何してんだずっと。なんだよ、何撮ってんの、撮影中だ。さっきからうるせえなと思ってたけどよ。いやいや、じゃあ気づいてたら言えよ。撮影中だよ。触ってきたら。撮影中分かってんだよ、お前、そんなの。え？何してんだよ、だから。タン祭りだよ。うん。見れば分かんだろ。言ったら。引っ込んでろ、ガイアは。ガイアだね。何がガイアだろ、ね、ちょっとまずはタン下を切り除いていきたいんだけど。あ、そう、うん。あるんだ。いけるかな、俺。あんまり。部屋で何やってんだよ。部屋じゃん。え？部屋じゃないんですけど。ここはな。いや、俺の部屋の、何やってんの、俺の部屋。お前の部屋じゃないんですけど、何言ってんですか。はえ、部屋、あれ、え、フェニー、はい、ここってさ、はい、トロの部屋だっけ、この廊下っていうか踊り場。2階の踊り場。そうだよね。わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ、バーカ。これちょっとね、いやいやいや、もう、一緒だろ。俺はその目の前でやったんだよ。俺の部屋見たもんだろよ。お前、ここから、こっちはあんたの部屋ですよ。こっちは、あの、共用スペースなんで、いいですよね。まあそうですね。あ、許可取れました。はい。ちょっと、論破。はい、論破。いや、いつもと様子が違うんだよ。なんだよ、こいつ。さあ、違いますよね。祭りだから。言い方おかしかったもん。祭りだからね。いやー、ちょっとね、まあここはね、なんかちょっと硬い部分らしいんで。あ、なるほどね。そこじゃない。ここは後で、まあなんか、普通に焼いて。して、このタン下の部分をね、タン、先か、タン元か、タン元。うん、タン元をね、作っていきたい。ね、ネギの匂いすげえな、ちょっと。これどういい匂いだけど。結構やっぱ分厚めに来てよね、やっぱな、豪快に。いや、ちょっとネギ臭いぞ。確かに、挟む厚みだもんね。ネギ臭えぞ、お前。うるせえな。ネギやってんだろ、お前。うるせえな。流れてきてんだよ、ネギの匂いが、お前。ちょっと切っとこう。なんで目の前でやってんの、目の前でやんな、お前。ちょっとこの辺ね。紅葉何も言わねえけどな。いや、あ、普通そうだよな、だって。別にこういうの部屋でやってるわけじゃない。部屋でやってたらそれ怒る。いや、そりゃそうだよ。おい、そりゃそうだろうが。そりゃそうだよ、お前。なんだよ。縛ってんじゃねえかよ。いや、縛ってなんでお前開けてるところやってんだよ、お前。開いてたからだよ。別に縛ってたら縛っててやってたし。いや、違う違う。いや、暑かったから開けてたんだよ。触ってない。ビビビビ、うるせえな、この野郎。うるせえな、じゃねえ。うるせえこの野郎じゃねえだろ。うるせえこの野郎。バカ野郎てめえ、お前。黙ってねえとけこの野郎、そっちで。おめえ、俺、熱く抱きてんのにね、おめえ。てめえ、なんでてめえ前でやってんだこの野郎。なんだこの野郎。こいつを勝つろこの野郎。しびれいいだろこの野郎。たん祭りだこの野郎。しびれいいだろこっちは、たん祭りしてんだこの野郎。しびれてやってくれよ。こんくらいかな、結構分厚めに。おぉ、熱いだ。1センチくらいで切っとくんだよ、これ。1センチだよね。すごい。こんくらいでさ、いっちゃうね。いやー、いいね。うわー。うわ、でっか。景気いいね。噛み切れるか、それ。この、ここに切り開いて、ネギ塩をね、入れて。いやー、いいですね。うわ、贅沢だ、これ。部屋の前で、生で切られてるやつの気持ち考えたことあるんだよ、ね。スーパーだとさ、もう切られてる状態じゃん。うん、この自分でね、この、お前大きさをさ、選べるってのがやっぱいいよね。このタンの塊で買うメリット。やばいぞ、お前。200万円の鉛。いや、いいんじゃない？ねえぞ、お前。しかもやっぱ、塊コスパいいんだよね。結局ね。うん。全部食べるだったら。出らんねえだろうが、お前のせいで。じゃあ。いいね、いいね。何やってんだ。もうこれもうこのままいっちゃうか、もう。このままいっちゃうかじゃねえよ、お前。早くやめろ、お前。これを、ね。熱いやつ切ったやつ、ここ中に切り込みを入れると。やめてけ、早く。このポケット状にすると。そう、ちょっといけるかな、ちょっと。うまいことできるといいんだけど。凝った料理すんな、早く終われ。ちょっと広すぎるとあれだもんね。早く終われよ。漏れちゃうから。
何してんだお前ずっと。うわー難しいかも、ね、ちょっと結構。ならやめろ、うん、もう。お前じゃ無理だ。ギャ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 うるせえな、引っ込んでろこの野郎。引っ込んでろこの野郎。できねえんだから早くやめろ。なんだよ。やれねえんだよさっきからよ。難しいんだろ。だったらやめろお前もう。なんか外野がピー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 言いやがってよ。外野じゃねえよお前。めちゃめちゃ部屋の主人だから。部屋の主人かもしんねえけど、こっちは別にお前の共有スペースじゃねえだろ。共有スペースがあるだろ、こう考えても。お前のスペース。共有スペースがあるから。あ、ほらこういう感じで。ほら。あ。ちゃんとポケットが、はい、ああこの中にさっきのやつをそう挟んでいく、ああいいないいないいね、知らねえ料理、知らねえ料理だよこれを。ちょっとね流行ってんだよ、ね、手間はかかるけどおめえもか、流行ってるらしいんだよ。わーおっかい聞こえたぞ今、流行ってんだよこれ流行ってんだよじゃねえよ、流行ってんだよ、おめえも止めろよ早く。お前なんでだよ、知らねえだろおめえ、なんでだよ、ちっちゃい声で言ってんじゃねえぞお前、うるせえな、ちっちゃいな、うるせえな、ちっちゃい聞こえねえよお前の、お前の声よ、うるせえあいつ、なんでうるせえな、うるせえな、聞いちるわガキみたいな気がしやがってよ、マジ聞いちるんすけど、て聞いちるじゃねえわ、こっちのセリフだろ聞いちるの。あもうエペでもやったらよ、うるせえやらねえだろ今の状況で、確かにな、お生肉切られてるやつの隣でエペやってるやついねえだろよ、うるせえな、見たことねえだろ、そんなやつ。今ちょっと。タン祭りやってるよ、こっち。タン祭りやってっからや。いや、うまくねえな、別にそんな。そんなかかってねえじゃねえかよ。エペ祭りとかあんだろ、なんか。あるけど、かかってねえ、別になんもお前。今、えぐい量のバグあるからな。これだよ、バグ今。え大幅アップデート欲しい。いや、こっちは正常だよ。修正しろよ、これ。パッチ出せ、早く。パッチなんかいらないよ。あっち。ナーフしろ、早く、高いよ。あっちからエアコンでもかけとけ。熱いかき焼いてたよ、こっち。熱いな。熱いよ、当たり前だろうが。こっち繊細な作業してんだ、バカ。うん、じゃあやめろよ、早く。じゃあもう。熱いだろ？難しい。確かに。もうやめたらいいよ。なんだろうね、もっと細いナイフとかの方がいいのか。本当はね。あそう。しょうがないよな。あれもうちは。何やってるか見えねえんだよ、おめえが。見る必要ねえんだよ、おめえは。そこに いるだけなんだからよ。いるだけなんだから、ね、いるだけで、何も仕事も何もしない。いや、そりゃそうだろ。おめえが勝手なやつ。声だけでかくてよ。おめえが勝手な始めたらそうだろ。声でけんのよ、ずっと。おめえのせいで耳痛えわ、さっきから。あー、耳痛え。うるせえ。耳痛えってなんだよ、そりゃ。確かに。言うだろうが。ちょ、たまにピント持っていくからやめろよ。おい。下がれよ。知らねえよ。お前が。おい、そりゃ知らねえぞ、マジで。ピントの話とか。それはおめえが調整するやつだろ。ずっとボケてろ。ボケてろ。おめえがボケてんだろうが、ずっと。ずっとピントずれてんぞ、お前が。いや、互いに合ってるよ。合わせてるよ、今。ありがとう。そっちじゃねえよ。その話してねえよ。視点の話してんだよ、こっちの。うるさ。うるさはやばいよ。うるさはやばいよ、マジで。うるさ、なんないうるさやばいよ、マジで、お前。やばいからな、普通に。よいしょ。ありえないんだから。うん、まあ、ちょっと、いいかな。やばいって。ちょっと一旦、まあ、一つの肉塊で、結構、ちょっと、うん、8個ぐらい。めちゃめちゃじゃないかよ、お前もう。こんなもんにしとくか。しんどいだろうが。うん、いや、うまそう。ちょっとこれね。でっけぇ、はい。挟んでいくぜ。ここによ。このポケットによ。うまいことね、漏れないように。なんだよ。よいしょ。よいしょ。あ、いいね、いいね。ネギ塩は別に、いわゆる。ネギ塩は、みじん切りしたネギに、ネギにごま油と、塩、砂糖、醤油、鶏ガラ、あと味の素とか、そういうので、味付けしたんだよね。お好みの塩だね。何すんの？そうだよね。うまそうだよね。ちょっとこう、詰めて、あ、ちょっと切り込みが浅かったかな、もう少しだった。確かに。ちょっと、やっぱ難しいな。ほら、もうできなかったらやめろってだから。でも貫通しちゃうとね、あれだし。うん、そう、やっぱ3無人だろ、やめろ、やめとけってもう。楽しい。外野がうるせえだけだ。楽しい、これは。外野じゃねえから。外野じゃねえだろ、どう考えたら。ずっと入ってんだよな。いや、ノイズなんだけど。いやいや、もう。この動画のノイズ。映り込んでる。悪い。いやいや、もう意味わかんない。この動画のノイズ。勝手に始めてんだよ、こいつが。だから。映り込んでるから。やば、炎上するぞ、これ。また。またって俺一回目炎上したことねえぞ。お前炎上。よく炎上すんだろ。炎上してねえよ、別に。謝れないだろ。お炎上すんだからよ。生配信のやつじゃないか、お前。お前、今回もお前、なんか外野がビー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 うるさいですねってなんか、また言われんだから黙っとけ、お前。ふざけんだよ、てめえ、この野郎。お前、また言われんだから。何が人集めやすいやつなんだよ、俺が。そんなやつは言われ方したことねえぞ。見損ないなしたって言われんだから。
そこで生配信のやつお前ばっか捕まえやがってよ、お前。こないだのやつだろ、それ。ユーバーのやつだろ、お前の。ヘイト食べんだからよ、お前。ヘイト食べるとか言うな、お前。お前、喜んどけよ。喜んどけばいいんだよ。喜んどけばいいんだよ。この状況どうやって喜べばいいんだよ、ね、お前、うん。うまそうだよ。うまそうって言っときゃいいんだよ。うまそうだろ。うまそうだよ、大きい声出すしか、なんか、脳がねとか言われるんだよ。だから、そんなんだから。ぐさぐさぐさ。今のおめえの鹿入ってんだろ、てめえの野郎。限りコメントでそんなのなかったおめえよ。うるせえな。バカ野郎、お前、また。なんで俺がこれで炎上しなきゃいけねえんだよ。意味わかんねえだろよ。また炎上すんだよ、ね、お前。おかしいだろうが、自分のスペースみたいになんか言ってるから。そう。自分のスペースみたいなもんだろうが、これはもう。完全によ。よし。おい。よし、いいぞ。対応しなくなったら俺だ。もう俺、あとは炎上するだけなんだだとしたら炎上して終わりだぜ、お前。飛び火するんで喋んないでください。怖い、僕に話しかけないでください。飛び火しちゃうんで。僕も炎上したくないんで。仲間だったら助けろ、お前。仲間だったらお前もかぶれ、ヒノコ。ちょっと炎上する。燃えてるやつがいいんだからよ、お前。一人だけにして。炎上嫌だから。おい、隣で燃えてるやついいんだから、お前。助けろよ。いいね、入ったね。OK。入りました。意外とやっぱちょっと粘土っていうかあるから、うん、そんなこぼれたりとかないね。しっかり。これで、はい、サンドしていったんで、まあ、一旦これを焼いていく。うえ。しゃあ。いやー、焼くのかよ。いや、焼き生でいくわけねえだろ。当たりは分かってんだよ、そんなもん。分かってんだろうが。噛んだぞ。お前、これ生で食ったらまた炎上すんだろ。お前じゃねえんだから。おめえ、お炎上キャラみたいなやめろ、お前。お前みたいに炎上したくねえから。そんなしてねえぞ、別にそこまで。やってねえからな。さあ、火をつけていく。火をつけていく。結局、いや、ここで、焼いたら意味ねえじゃんかよ、お前。いいね、いいね。下でやるって。熱いね、やっぱ、祭りはね。祭りはやっぱ熱くて。いいね。もうその時期で。熱いもんね。赤羽バカ祭りにこれ入れてほしいな、この炭祭りも一緒に。やってんじゃない？やってるかな、バカだから。4月末かな、今年は。バカやってるか。いや、それお前が炎上するよ、多分。お前がそれ。バカ祭り。バカ祭りやっぱ青だ、ね。知らんよ、お前それ。めちゃくちゃおもろいから。うん、な、今の言い捨て方はお前良くないよ。今のためその昼間から多分今の理由になってないから、今あれバカだからが。いやでも俺らちゃんと楽しんでるからバカ祭りを。バカ祭り、いやそれはバカ祭り昼間から行き前でバカ祭り自体楽しんでると思うけど、うん、今の言い捨て方が良くないよって俺は言ったら、そのあいつらバカだからみたいな。お前それやばいよ、お前。いやでも参加してるやつが言うならいいじゃん。いいバカはね、そうそうそう。バカ祭り、そうだよ。いや、タン祭りなんだろ、これ。別に、これは。これはね、そう。いや、バカ祭りじゃねえよ。バカ祭りの一部に入っててもおかしくないよねって話だ。これは網焼きがいいんだ。やっぱ網がね、いいよね。油も、余計な油も落としてくれるし。あ、ちょっと、手袋してんだろ、洗ったはずだけど、ちょっと磯の香りが。いつぞやの。いつぞやの。ちょっとだけするな。そうだよ、もういや、こぼりつくだろ、それは多分連戦してるから、これが。さあて、ね、その網手に入んねんだよな、なんか。変えたいんだけどね。じゃあ、ちょっと焼いていきましょう。行きましょう。ほら、よいしょー。いや、煙やばいわ。よいしょー。あ、煙すごいわ。いや、部屋でやってないから。いや、ちょっと待って。早い。待って、もう来てる。もう匂いすごいよ、こっち。何ですか？いや、そう、流れてきてる。あ、いい匂い。あ、いいね。これめっちゃいい匂い。タン祭りでーす。来た。マジで。タン祭りです。いや、これが嫌だったのよ。いや、もうその、切るのは最悪良かったけど。これひっくり返せんの？あ、箸。ないね。はい、箸ないね。はい、下ですね。下に行け。ほら、下行けよ。こういうとか持ってねえかな。下行けよ、いいよ。はい、お前もう下行けよ。あ、お前来んだよ、お前来んだよ。お前、俺の部屋だからな、これ。来たら終わりだからな。来たら終わりだぞ、お前。なんでだよ、仲間じゃねえ。来たら終わりだからな。来たらお前言えよ。お前、ちゃんと俺、マジ正当に怒れるからな、そしたら。お前今まで無視してたらありえねえからな、お前そしたら。炎上するからな、お前が。長州大仁田みたいな。いいだろ、お前、またくだよ、お前。またくんだな、お前。またいだろ、わかるよ、お前。またくだよ。またくな。わかった、太郎。一個やる。このタウンを、一個でかいぞ。で、一個やるって、お前、やらないつもりだったか、お前、うちのまず。普通に考えて。そりゃそうだろ、おめえのもんじゃねえから。うん、俺のもんじゃねえ。一個やるから箸くれ。おかしいぞ。忘れてた。おかしい、それ。
なんで俺それで認めなきゃいけないんだよ。1個ももらえんだぜ。よし、しょうがねえな。いや、入ったれ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 、じゃあ怒っていいよ。怒っていいよね、じゃあね。延長させたよ、絶対に。そう、絶対俺理由、マジで俺取ったね。取ったね。なんでだよ。取ったね。あ、めっちゃいい匂いする。これめっちゃいいよ。取ったね。もう怒っていいね。もう怒っていいね、じゃあね。すごい、サービスエリアとかで、嗅いだことあるかもな。あ、めっちゃうまそう、もう。もう怒っていいからね。いや、もうやばいって、煙やばいね。めっちゃうまそう。めっちゃ入ってきてます、こっちに。やめてください、もう。閉めときゃよかったのに。閉めさせるのよ、早く。いや、もう、だから危ない。もういいね、もう。今閉めたら危ねえだろ。火ついてる。おい、いいだろうが。今閉めたら危ねえだろ。どかせばいいだろ、お前が。火ついてるから。カズがやったらどうすんだよ、責任取れんのかよ。俺は取りませんけど。いやいや、お前が取れよ。お前がやってんだからよ。うわ、うまそう。消したらいいだろうが。すげえ。なんだこれ。うまそうですね。すげえな、なんだこれ。これはすごいわ。見たことないデカさ。なんだよこれよ。いいねー。これはいいね。映えだね。やばい。すげえ。あ、ちょっと漏れちゃうね。印象が。何してんだよ。うわぁ、もうめっちゃ入ってきてる。めっちゃ入ってきてるわ。あー、もう白いもん。うわぁ、これ映んねんだろ、どうせ。ん？これどうせ映んねんだろ。白いよ。白い、映んねんだろ、どうせ。これ。まあまあまあ。でもなんか白くなかった、太郎の部屋。白いか。おい、白いか白、貴重としてない白いか、まあ、そう見えるだけ。壁変えたからね、ちょっと。いや、違う。あ、そういう白さじゃないだ。うん。煙幕の白さ、ほんとに。まあまあ、それはここもそうだから。煙幕ここ。いや、ここもそうイコール。自分だけみたいなこと言ってるけど。ここもそうイコール、こっち入ってんだわ。もういいや、文句バトロ。まあ、文句バトロって。お前諦めんだって、お前が。肉トロ。お前が諦めたら終わりだぞ。やばいよ、これマジで。おい、俺絶対に入るからな、お前。おい、てめえやめろ、早くやめろって。おい、ほら、お前絶対映るから、許さないから、マジで、本当に。絶対映るよ。炎上やろう、うるせえ。炎上やろうっつうな、お前もう。二度と。ロケ中とか行ったらマジでやだわ。いや、いい、悪いけど、ガガ入ってくれよ。マジでやだわ。マジで。いや、分厚これ。うわ。何してんだよ。これ、高井坂東さんだったらバーン行ってるよ。やばい。バン行くよ。バンドさん出すなよ。バンドさんを出すなよ。俺もヒヤッとした今。怖いよ。バンドさんの名前だ。バンドさんもう。分厚いからちょっと中にしっかり火通してきたよね。いや、なんでこれ。めちゃくちゃいい匂いしてる。いやー、やばいよこれ。煙でもう今くしゃみが。それは高いもんだから。俺だって我慢してんだよ。自分だけ我慢してん。いや、お前辛いみたいに言うなよ、お前が。我慢してんだよ。おめえがやったんだろ。おめえが死んだんだろうが。この距離でも目に来てんだから。お前、生きてんじゃん。来てんじゃん。だから、おい、白い。おい、めっちゃ白い。めっちゃ白い。めっちゃ白い。やばい。過去一白い。ちょっと待って。まあ、黒いよりも、ね。マジ、いや、映んないんだよな、これ。いや、今回は映ってる。白すぎる。ほら、だからもう映るレベルだよ。白すぎる。映るレベル。今まで映らなかったのに。でも、そうだね。肉眼だとこんなもんじゃねえわ。白っ。タロ、一回ちょっと離れてみてもらっていい？あ、もうここまでいったらタロ見えない。タロ見えないぐらい。お前、白っ。煙でも見えない。おい、わかるよな。白っ。ここもすごい。うわ。でもわかるよな、今回。わかってるよな。何が？レベルが違うのわかってるよ、今回は。それぐらいうまそうってことか。違うよ。うまいもん。めっちゃいい。うまそう。ほら、おえ。うまそう。でも多分見てみマジで。うわ、うまそう。いやー、うまそう。やばいだろこれ。嘘だろ、待って。いや。これ家庭でいけんだぜ。これやばいよ。すげえな。え、こんな怒ってるのにうまそうだ。怒り凌駕するぐらいうまそう。今までの怒りもうなかったことになるぐらいうまそうだ。いや、めっちゃうまそう。やば。いいよこれ。油も出てていいね。いや、マジかよ。いいよ。で、いや、これじゃあ仕上げね。これ仕上げ。すごいけど今日すごくね。今日はすごいね。今日違うね、いつもと。今日レベルが確かに。今日レベル違うね。レベル違うな。あれ全然違うの。だからね、おい、レモン出た。レモンね。取っちゃうよこれね。いや、待って、大丈夫、待って、待って、大丈夫、言っていいのこれ。大丈夫。よいしょ。よい、うわ、いや
網の上でレモンいる。ああ、ほら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 、やっぱダメだ。水分ダメ、水分ダメ、水分ダメ、やっぱそうだ。すげえ。あ、やっぱそうだ、ダメだ。水分ダメ。あ、やっぱそうだ、ダメだ。マジで。マジで。今日レベル違う、マジで。これレベル違うな。レベル違う、本当に。すごく白い。もうどれがいい？どれがいいの？マジだ。これにするかじゃん。あ、それ、あ、めっちゃうまそう。これやばいよ。何これ。けでか。これ。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。熱々、熱々。熱々のほら。いいよ。言ってくれよ。一口目。しょうがねえからよ。やるよ。いただきます。噛み切れるか。あ、でもいけるね。ビールをください。ビールだな。最高の。これは確かに。ビール、見ててビールだわ。うますぎる。やだやだ。端末りだ。うん。これが端末りだぜ。で、ちゃんと中まで火いってますね、ちゃんと。そうね。うん、これ見てる限り、ちょっと。意外とあの、ちゃんと、ちょうどいい感じ、あの、うん、ちょっと。焦がすぐらいの方がいいと思う。そうだ、あの、熱すぎだからね。あ、そうだね。中怖いもんね。外サク、中不安みたいな感じの、うん、なんかいい食感、なんか本当に、ちゃんとギリ、あの、真っ赤じゃない感じの。ネギ塩だれ中に入れてるからしっとりするんだよ、そう、なんか。ピンクの感じで。なるほどね。ちゃんとあの、美味しい、ジューシーに食える。で、肉汁がすごい。あと食い応えすごいから、やっぱ。いやー。これ、あの、ちょっと高級感がやっぱ、えぐい。この、いやこ満足度が。いやー、これすごい。白いね、ちょっと待って、白いね、今日。白いけど。本当に、今ひっくり返してる時やばかったね。すごかったよ。それぐらいうまい、うまいもんってしょうがない。ただうまい、うまいはうまい。うまいもんってそうだから。最高にうまい。白いから。いいね。うん、あの、もう、虜、これは最高にうまい。すげえ。家でできんだな、こういうのって。これは映えだね。うまっ。だいぶ映え。え、どっかのサービスエリアとかないんかな？あったらもうバック売れそう。B 級とか。めっちゃうまい。うん。いやー、うまそう。こんなん絶対うまい。うわ、いった。これは絶対うまい。うん。最高だ。うわ。うますぎる。これはやばすぎる。絶対うまいもんな。うん。確かにこれもいい。米でもいいしな。いやー、もう何でも合うわ。米でもいい。うわー、やばいな、これ。ジューシー、なんてジューシーで。組み合わせで言ったらもう まず間違いないし。間違いないし。うん。ただでもちょっと乗せるのと、うん、本当に挟むのってだけで違うんだ、全然違う、うん、また、やっぱいつもさ、ネギタンってさ、やっぱあの上に乗っかってたりとかしてさ、うん、結構全滅する感じが大体落ちて焦げてる、そうで、なんかほろ苦い感じだけど、うん、やっぱ中に入ってるおかげであのネギの感じが新鮮で、うん、なるほどね、めっちゃうまい、あのそのなんだろう、かといってでも辛い感じじゃないから、うん、めっちゃ程よく熱通ってる感じ、へ、めっちゃうまい、めっちゃ喋んじゃん、すごい喋ってるようであれなんだけど、うん、もう食べ終わったんで出てってもらっていい、お前奥さん、俺話ちげえだろお前。もう話ちげえだろ、一枚って約束だから話だったんで、いやいや、でもいや、お前それはないよお前。割り箸あげたのこれはいいじゃないか、もう一個っていう約束だったんで、うん、え、だとしたら普通に強行手段出るけど。だとしたらもう強行手段出る、一回もう食で暴走してたから今もうこっちがもうすげえ、行けよ、いやー、すごかったね。すごい祭りだったね、これは。すごい祭りだったね。終われ、早く。皆さんもね、白。缶祭り。はい。早く終われ。やってみてください。早く終われ。終われ、早く。白いぞー。マジで白い。マジで、家でやんな。絶対に。絶対に家でやんな。